この家は一個一個なんか作ってあるみたいですね。名前がわあ、シンプルに交尾をしている。まあ春ですからね。こうなんかどこからリスが出現してもおかしくないで、尻尾がチラチラと見えたりするところがこうポケモンのワールドに来たような感じがして、今野生のリスと遭遇したって感じの気持ちになりますね。このリスの尻尾、非常にリスにとって大事なもので、まあ、木の上で生活することが多いんで、まあ、その地面の生活に対応したリスっていうのもいるんですけど、樹上で生活する上で尻尾でバランスを取ったり、自分の体を大きく見せたりとか、あとはその尻尾抱き枕にして冬眠したり、この日傘にしたり、いろんな使い方をしますね。